こんにちは、リフォームの達人プロデューサー、ヤマさんです。皆さんこんにちは、サウナソムリエの前えちゃまです。よよいややっぱりサウナ好きなんですけどね。はい、このって耐えて、耐えて、耐えて、出た時の開放感、たまんないですよね。今日は、その、取っ払いますよ、その開放感。そこに一つ、スパイスがさらにリフォナビに新しい学びになりました。 今日のテーマは、おしゃれなお部屋は、照明が作る、カーテンじゃなくて、さらにプラス、バイランちゃんよりいただきました。ありがとうございます。今日の、うん、これ、山さん知らなかった。リビングの入り口、ドア、そして、左、あの奥がキッチン、ちらっと見えますよね。でこの 対面でありながらちょっと独立みたいな形でですね、キッチン自体は囲いがある。うん。さらに、この奥の部分、あれなんかちょっと変わった窓あの高さちょっとおかしいなん収納はやはり欲しい。上はすっきり開放的にしたい。まあこれ皆さん思う気持ちですよね。築23年。 宝スタンダードマンションなんですマンンションで舞ちゃんあれちょっとあの窓ちょっと気になりませんあれ何なんだろうってえ正面の黒いやつですかはいこれフィックスなんだろう脱出用窓 <laughs> 奥はなんとバルコニーに出る勝手口 <laughs> バルコニーなのいや舞ちゃん気付かないのバルコニー,コニーここにあるってことはそうおそらくルーフバルコニーですよルーフバルコニー すっごい広いバルコニーありませんあれですよ。あの、もう洗濯も干せたり、ここでバーベキューできたりみたいな。あ,<ー>あれ、はい、あれあれ。あれがあるんですよ、ここ。うらやましい。調理スペースが狭く、盛り付けも一苦労してます。ああ、確かに。キッチン魅力にある、この調味料機のニッチスペース、有効利用したいと思っています。どの部分んあ、ここね。この部分。 はい、で、山ちゃん気になったのここ、やっぱり汚れてる、やっぱりクロス、油飛んでる、そんな感じじゃないですか。はい結構もう汚れてますね、もうめくれても来てますね、はい、はいい和室を今回、洋室に取り込みます、どう変わるのか、布団がぎっしり入っている押し入れ。 まあでも多くの方、これぐらいですよ、地区、まあ、20年超えた25年ぐらい前のマンション、住んでいて、当時はまあこれが当たり前だったんですが、今は違いますよね。で、うん、ドン。えんええ,え <laughs> これは、あカタログじゃなくて <laughs>、ドン。え <laughs> もういきなりでしょ、いきなりなんですけど。 見てください。奥のルーフバルコニーもちらっと映ってますけど。ドン。またね、ビフォアが夜っていうのがずるいですね。この。いや、もうすごいでしょ <laughs> このね、開放感。キッチン横の壁がなくなり、開放感があります。開放感というかもう違う部屋に見えますよね。これ床も全部変わって、和室もなくなって。ビフォアのこのキッチンの壁がこれでしょ<え>これ。あ、 なんかキッチンの入り口の横に洗面所に行く入り口みたいなのもあったと思うんですけど、潰したんですね。ねこの部分。潰したんだ。カップボード伸ばしたんですね。うんうんうん。ねはいはい。いやー、<わ>すごい。ちょっとこれ、キッチンのあの、最初に見た1ページ目、こ,これ、ちょっとショールームか <laughs> すごいです宝キッチン、ビルダー向けオフェリア。あの、あ<っ>その上のね、 天井のところのね、いや、これ、木、あの天井の色がまたあの珍しいんですけど、家具の色とかと合わせてるんですかね、この赤茶けたお色と、あとは何と言っても、このコンロの前に置いてる花瓶がただものではないですよね。いや、もうだって、この2色展開、バイカラーっていうけど、この色使いって、カタログじゃないですか、もうもはや。 いや、カタログですよ。この、なかなかバイカラーってね、勇気いいるんですよね。いや、カップボードとね、キッチン同じ色にしないでいいのかってね、うん、主人に言われますって言うけど、いや、もうこれ、これ見たら何を、何をおっしゃる、うさぎさん。<laughs> いや、もう、これ、すごすごい <laughs> すごいでしょこの天板とかも、色の使い方。うん、これ、クォーツですよね。ね、クォーツ、うん。天板とカップボードの色も合ってるのかな <laughs> ね。ね。ね、なんかあの。パネ,ルもパネルも素敵。うん、パネルの色、なんか模様も素敵ですね。え。綺麗でしょう。なにこれ。<laughs> すごくないですか、これな。なんか料理スタジオみたいですね。<laughs> うん、で、この。 えー、コンロの横のところちょっと空間あるんですよねあの左側見たらリビング側のところさっきの日スペースのところもありましたけれどこうちょっとねこっち側に寄せてきたっていう感じですかね、はい、キッチン、天板カップボードの色などかなり悩みましたがお気に入りになりましたいやすべて計算されてますねドン高日天井ってやつですかこれは <laughs> 出ましたリビングはベージュのアクセントクロスにして後部 照明を採用いたしましたおしゃれな部屋は、照明が作るんですね、まえちゃん。今人気の、後部照明とか。うん、いやー、これ、まあ、山さん知らなかったです。これ見たことあるけど、後部照明っていうんですね。売上天井の中に照明器具が こう配置されるじゃないですか。で、光を天井に直接当てることで、その天井自体、この天井自体が、まあ、光って、その天井の光で全体を光らす、間接照明という形ですよね。うん、その反射した光を照明にしてます。ホテルのロビーや寝室などでよく使われており、とても高級感のある仕上がりが特徴。まっ、あ、ちゃん、これ、検討しました後部照明。 いやあの私、後部照明、そうだこれこう、言い換えがいろいろあるんですね、私、コーニス照明っていう言葉もあって、そこ,これもコーニスなのかと思ってたら、いや、これ、実はですね、ありましたよ、頭の中に。はいはい、はここまではちょっとできないなと思って諦め、諦めましたよね、うん、これ、朝食、朝光機能付きで、普段は天井のダウンライトはなしで、心地よくリビングで過ごしているということですね。 最高です、ねはい、素敵。あら木の色もいいですねあいいですねこんな感じであもうシアターですねシアターですねまさにねピクチャーレールも入れており、うん、あの部分ねこれからは季節に応じたインテリアを楽しむ予定ですこれ山さんも全部ピクチャーレール入れてたんですけどやっぱり このリフォームするときにピクチャーレール入れると後で便利だなっていろんなものをかけたりこう飾ったりするのにはということでこの部分ご参考になるんじゃないでしょうかドン押し入れここ3枚人に変えましたビフォアの押し入れだからこれですよこれがねこんな感じこの写真ではドアに隠れていますが、うん、収納庫のドアも白にしてスッキリしました 収納庫の扉はルンバが出入りできるように下が、えー、開けてありますいやもうルンバの使い方とかやっぱこの辺ね皆さんせっかくリフォームの時に計画しておくといいですよねどこでどうやって収めるのか充電は和室もリビングに取り込み空間がすっきりしました広くなるんですよねこれやるといやー素敵 <laughs> もう何か見てもこれでここキッチンのコンロの横わかりますレンジフードちらっと見えてますけど この、はいはい、この部分ね。この部分作ったわけですよ。こうやって。もともと小さな調味料ニッチがあったところで、上下も空間が使えることが判明、少し幅を取ってパントリーにしてもらいました。コンセントも付けていただいて使いやすく、これから収納を考えていきます。ここにね、パントリー便利ですね。右下に水栓を増設しました。この右にバルコニーに出る勝手口があるので、でね、このルーフバルコニーね。 えー、ホースリールを繋いだままにでき水やりは劇的に、えー、が楽になりましたこれは今回のリフォームの必須項目でしたマネ、まあえー、ちゃんすごくないですかルーフバルコニーがあるからここに水を持ってくるってこれねマンションデベロッパーが見たら確かにと思うようなちょっとオプショナルプランですよここはいやーちょっとなんか一緒ご招待いただきたいぐらいですねちょっとびっくり あと、IKEA のワゴンを入れることも必須でお願いしました。調味料をこの一番上に置いて、調理の時のみワゴンを出して使い、さっとしまえるお気に入りです。いや、これもすごくないです、これ。なるほどね。もう IKEA のワゴンありきで、寸法とかもね、伝えてたってことですよね。うん。ね。で、このちょっと、ちょっとこうくぼんでるでしょ、分かりますこの手があれがだから、ニッチスペースだったってことですよ。はい、でそこにこにの 下もあったし、上にも空間があったということで、ニッチだけで上と上下に空間があってたところをうまく使って、この部分に水を持ってきた。そして、キッチン自体は、これ多分40ぐらいずらしたんじゃないですか左側に、シンク側にね。うんうん、面白い,い。うん。ああ、かわいい。キッチンと洗面所の間の引き戸はなくして、壁にして浅いのですが、ニッチを作ってもらいました。ちょっとした飾り屋、小物を置いて、 楽しむ予定です。いやー。かいい。ね、いいですね。では、アンケート行きましょう。宝キッチン選んだ理由は、当初ショールームどこを回り、なぜそのメガーカーに宝、リクシル、クリーナップ。今まで使用していた信頼、安心感で宝のキッチンを選びました。オヘリア、リフィットのビルダー向けですね。えー、3社に見積もりをお願いしました。 ネットでいくつか紹介していただいたり、自分で近くの割と有名なリフォーム会社をピックアップし、3社に見積もりをお願いし、決めたのは地域リフォーム店、そして社長との距離感。地元の会社で社長さんの顔が見えて安心感がある、まあ、リフォーナブが言ってる通りじゃん。多分ここですよ、本当に。見積もりも手が届く額で対応してくださる店長さんのお人柄が素晴らしいところ。またレスポンスが早いこと。いやー、うん、いいじゃないですか。 ね、えー。一番こだわったリフォームのポイントは、ペニンシュラキッチンにして、さっきのペニンシュラね、開放感が欲しかった。キッチンを右にパントリーと、バルコニーの植物への水やりの水洗増設。こちらが一番のこだわり、リフォームのポイントでした。特に満足したポイントは、当初は、照明は今までのものでいいかなと思ってたんですが、後部照明などを取り入れ、おしゃれですね。本当に満足な空間になった。この 後部照明は今回の鍵だったんですよね。これ、これちょっと他のリフォナビの人もアクセントクロスから次ちょっとハードル上がりましたよ。後部照明採用したい人手を挙げてください。はい。モリスの照明も行きました。次後部照明私採用しますってね。リフォーム完成しての気づきは照明計画の大切さ、ダウンライトや後部照明に調光朝食機能をつけて一気に部屋の雰囲気が良くなった。 シーンごとに変えて楽しんでいますまい、あ、ちゃん、やっぱそうですね、この照明ってすごく大切、まあ、そ,のそんなことやったら、最後、音楽も大切ってなりそうだけど、<laughs> いやでも、照明の色とかね、明るさでよって、ぐんんと変わりますもんねいやちょうどですね、私、昨日、ちょっと夜、お酒を久々に飲みまして、ですねははい、はい見ましたよそ,うその時にわざわざ、そのテレビの後ろにちょっと飾ってるところの角にね、 わざわざ照明を置いて、はい、下から壁を照らして <laughs>、はい、でムードを良くして飲んだりとかあ,<ー>あとはトイ,トイレの,あのダウンライトも音白色だったんですけどここだけは中白色にしてシャボン玉と中和させた色がいいって,言ってこだわって今日注文します, <laughs> うわすごい。やっぱ <laughs> やっぱそういうことですね。光、照明、めちゃくちゃ大切ですね。<切> LINE で繋がることが大切。満足したこと、気がついたこと、最後に一言。言ったつもりで伝わってなかったこともあった。工務店さんは何組もの節算のやり取りをするので、こんがらがるんだと思う。私は打ち合わせの際は希望することをまとめて書面でお渡しし、追加があれば LINE でお伝えすることで改善しました。また疑問に思うことや、 確認しておきたいことは LINE ですも。すぐに返答いただきました。まえちゃん、これ、まえちゃん、やっぱり LINE 重要じゃないですかリフォームされてどうでしたこのあたり。うん。やっぱりあの気になったこと、ちょっとね、私もちょっと。 明日の朝に LINE した方がいいのかなとかいろいろ思ったんですけど、やっぱりなんか自分も忘れてしまいそうなんで、夜チェックして思ったこと、返信明日でいいんでって言って、こう、ポンポンポンと画像と一緒にね、こここうじゃないですかとかね、やるんで、やっぱり聞き、やっぱり聞きやすいですよね、LINE ってね。うん、ね、だからやっぱりリフォームして、まず一番ライ LINE とか繋がって、 ことできますか？みたいな感じです向こうもね。本当は電話毎回嫌なんなんだって思うんですよ。営業マンね思いませんでした。んなんだ。これはっていう感じこのタイミングってで出たら大したことなかった。いや、ちょっと忘れそうなんで言うけどみたいな感じ。それだともう line が今あるから line でいいんじゃないですかね？うん 工事中の疑問は、山さんに LINE、工事中、あれ <laughs> って思うこと、いろいろあったが、山さんに相談させていただき、背中を押してもらえることが本当にありがたかった。そう、今回ね、あの、かなりいろいろ、あの、収まりとかね、これ、ちょっとこういうのってどうなんでしょうかっていうのをちょっとご相談いただいて、結果的にそれをお伝えしましょうとかね、そういうサポート。まあ、これは、あの、トラブルサポートというよりも、なんか、LINE の質問の感じがやっぱ、日々日々。 ありましたねお伝えすれば気持ちよく直してくださり私好みの素敵な空間になりましたリホナビに出会えていたことに感謝していますやっぱりね工事期間中まじ、あ、ゃんいろいろあるじゃないですかこれ聞いてもいいうーんこれ言ってもいいってそこがやっぱ最近のまあリホナビの使い方としてこういうのが非常に喜ばれるなーっていうのをアンケート見てて思いますねはいなんかあれですよねやっぱり皆さんそこが これ言ったら失礼かなとかね、申し訳ないかな、なんか細かいことって言われちゃうかなとかね、そこで結構ストレス感じている方も多い気がするので、なんか山さんに言って、あ、そんなの全然聞いちゃっていいですよって言われただけでね、ポンと背中を押してもらえるのはありがたいですよ。 で、今度ね、もうだんだんわかんなくなってきて、これおかしいですかねって言うと、いや、気になるんだったら言ったらいいけど、山さん的には、まあ別にそれはそこまでおかしくないと思いますよって言われたら、あ、そうですよね。私もおかしくないかなと思いながらも、一応聞いちゃいましたでこれ逆バージョンない。なんかこれ、本当はおかしいんだけど、私が気づいてないのかな。これ、おかしくないですよねっていう確認。これもあり得るでしょ。 いやあのやっぱりリフォーム初めてだからこそ、これが普通なのか普通じゃないのかっていうのもわかんないんで、やっぱりでも、第三者的な人にね、聞いてみたいっていうのは、絶対ありますよねいやなんかね、最近やってきて、やっぱりそういうもんだなって思いました、あとも本当は答え出ててね。 あの、言いたいんだけれど、人に誰かに言うと、ほっとする。あの、山さんもやっぱそうですよ。そういう面で言うと、舞ちゃんとかね、さっちゃんとか、こうだよね。いや、そうそうって言われたら、やっぱそうかと思って、こうね、一歩前進める。やっぱり行動できないといけないんで、行動するためにちょっと勇気いる。そんな時に活用いただければと思います。エアコンでもリフォーム補助金。 リフォームに合わせて今回エアコンも交換しこれもこれも補助金が出るのでありがたいそうねやっぱりこう今回そのエアコンもその他の子供エコスマイからもずっと続いてきたこの補助金がエアコンにまで広がってきたっていうのはねやっぱり子育てのこういったところ、うん、エアコンもっていう形になりましたね活用したリフォナビサービスは今回多いですよ LINE で質問リフォナビラジオリフォナビライブラリチェックシートブックありがとうございますいろいろとご活用 いただきました。ビフォアはドンこの奥にルーフバルコニーだからあの部分がちょっとね手前にずれて、えー、こっちに置いて空間でパントリー作ったドンうわすごいですよねドン開放的ですよんいや本当すごいないやもう広くなった何これいやもうこれもう本当いやーこれ欲しいこのマンション。 いや,いや、大正解。キッチン前に出しても全然広いので、あの奥にニッチ作ったの大正解ですね。うんえー、素敵です。ドン。いや、見事な後部照明。ぜひ、えー、あなたもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。うん、ドン。いや、最後に。 リオナビセレクト春のコーディネートブック選べる5つのインテリアナチュラルモダンジャパンリーホックオフエレガント今回もそうですけどやっぱりねこの色コーディネートこの辺が大きなポイントナチュラルビンテージイちゃんこちらの方床壁天井品番こちらの方もぜひご参考にしてみてください春のコーディネートブックでした チェックシートチェックチェック工事チェック引き渡し契約書ショールームチェックそして現地調査チェックシートで、このチェックシートの中での内容、これまた解説しているところをそれぞれイちゃんと山さんで撮ってますんで、QR コードがね、各チェックシート見るとついてると思うんですよ。必ずそのチェックシートについてる QR コードを読んで、そのチェックシートをご活用してみてくださいね。知っておくべき大切なこと、もっと暮らしを楽しもうこの、えリホナビ攻略本です。 ゲットす。オフ会おすすめ。リフォームした人同じ悩み、検討中。他の人の質問、YouTube で言えない話、個別アドバイス、シェア、シェアしております。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してますよ。ぜひ、山さんとお友達になっていたで、コメントスタンプくださいね。今日お届けしたのは、壁をなくして開放、おしゃれな部屋は、照明が作る。うん。舞ちゃん、いかがだったでしょうか。いやー、なんかもうね、照明、まあ、床、天井。 のクロス、えー、あとは、キッチンもう言うことないんですけど、あと、あのー、結構、なんだろう、説明しは、外れがちなところで、あの、さらっとできてたのが、やっぱり、あの、収納のところの建具は、あの、壁と同化させるっていうのが、 結構基本であるんですけど意外と知らない方もいらっしゃるんでる出入り口の建具はね色が入っていてもいいんですけど全部の建具に色が入っているとちょっとうるさくなっちゃうので収納は存在感を消すっていうのもしっかりできていてなんかしっかりお勉強されているなと思いましたよねいや収納計画っていうのも最初言ってましたよねそういった面でいうとパントリーとか。 えー、イケアのあのワゴンだったり、さらに動線という面で言うと、自分がどういう風に使うか、ルーフバルコニーを活用されてるんで、そのルーフバルコニーはいいんだけれど、水が、えー、やっぱり、えー、今までの悩みだった、そういった悩み、チェックシートを使ってですね、あなたの悩み、これまさに打ン版使って活用いただいたなという風に思っています。ぜひ、あなたも、えー、こちらの方のようなもの、参考にしてみてはいかがでしょうか。いきますよ。せーの、必ずできる。 いってらっしゃい、おめでとうございます。いやー、なんか山本さんもラインでいっぱい質問きたら、なんか思い出に残る、そんなリフォームになりました。